はい、皆さんこんにちは、スイコ川太郎のゴム手です。いきなり画面にね、こんなのが映っててなんだなんだと思われたかもしれないですけれども、これ私が普段履いている農作業用のねジーンズです。で、去年ね9月にコンクリートのところで滑ってね、膝を強打しまして、その時にここビリって破れてしまったんですよね。で、その後ね、このジーンズはすごくね気に入ってますもんで、まあこういう風にしてね穴を塞いだわけなんですね。はい、でこれは裏に接着芯を貼ってまして、でそれをね全体を細かくゴマ塩ダーニングでダーニングしてあるんですよね。でその上にさらにここに穴が開いてきているもんですから、それを塞ぐように刺繍糸でね、ちょっと刺繍ステッチを入れるような形でこうやって塞いでみました。でこれもね刺繍糸が結構毛羽立ってきて、結局長持ちしないんじゃないかな、こう毛玉になってきちゃってるんですよね。で普通の布地だったらいいんですけど、これはもう本当に作業用にね、かなり擦れたりとか擦り切れることが多い生地なので、 服装なのでね、ステッチを入れるのもあんまり向かないかもしれないと思いまして、こういう刺繍にしてしまうのは良くないのかもしれないなと、あとあとねこれお手入れ大変かもしれないなと思ったので、今回ねこちら膝が抜けてきたんですよね。膝っていうか膝よりも上ですよね。でもこの辺も薄いんですけれど、太もものあたり、膝よりもちょっと上のあたりですよね、そのあたりが破れてきたので、やっぱりここがね一番擦れるみたいなんですね。でこれも、まあ、塞いでいこうと思ってるんですね。見ますか、こんな風にね擦り切れて穴が開いてきちゃったんですね。でこれを塞ぐために今回はまた違う手法を使おうと思って、裏に当て布をしています。ちょっとひっくり返しますね。こんな風にね当て布をしています。でこれ表も裏も同じような色が出てくる布なので、表裏関係なく貼ってるんですけれど、まあ、こういう布を貼ったりとか、あと先染めのねこういう布でもいいかなと思うんですね。で表にちらっと見えてもそれが布地の裏って思わないような生地がいいなと思って、これを今回ね、まあ、範囲も狭いですし使ったんですけれども、まあ、この位置に裏から布を置きまして、でしつけをかけてます。この黒い糸がしつけです。しつけに見えないぐらいちょっとね細かくしてしまったんですけれども、まあこれしつけ糸ですね。で今これ刺繍糸2本取りなんですけれども、刺繍糸でここステッチを入れていっています。で最初ですねこの位置にこう穴が開いてきまして、擦り切れてきましてね、もうこの辺も生地だいぶ薄いんですよね。でそれを、まあ、布地でですね重ねて塞ごうかなと思ったんですけど、これ自分で切るとしたら、あちょっと抵抗あるかもしれないってふっと思ったんですよね。地味な色を選んだつもりなんですけれど、すごく派手になってしまう、旗から見た時にこの場所がねすごくポイントになって目立ってしまうなというふうに思いましたんでね、あこれはちょっと私ダメかもって思ったんですよね。 できるだけねナチュラルに普段に着て不自然でないようなものがいいなと思いましたので、今回は裏から当て布をして、でステッチを入れていって、で最終的にこの黒いねしつけは外してしまいます。そういうやり方でやっていこうかなと思います。で私はねパッチワーク切るとやってましたんでね、ちょっと映ってるかな、ステッチするときにこう縦方向に向こうからこちらに押すようにしてステッチを入れていくやり方をするんですね。でこれね針が長すぎるんですよね。で今シンブルって言って指先に当てる金属の指のガードがあるんですけど、それをね持ってなくって、ちょっと爪を使って押してますけれども、はい、こんな風にして塗っていきます。今ね今
まあまだ朝の10時台なんですけれど、外でね子供たちの声が聞こえてます。実は今日台風で娘も朝から学校へ行ったんですけれども、なんか駅でお友達に会ったらしくって、友達がね学校まで行ったらもうあの学校で先生がね校門のところで帰っていいよって、警報が出たので帰っていいよっていうようなことをおっしゃったらしくって、もう帰ってきたっていうことを聞いたらしくってね、あの駅までは行ったけれども学校までたどり着かず帰ってきたということで家におります。多分小学校もね今日は休校になって子どもたち帰ってきてるんだと思います。でね、今あのこの記事の中ね、ここにこういう風に手を入れて中指でこう上からこう押した針がね中指に当たったら、これをこう押し上げるような感じでねこう持っていったらこう押し上げる、中指でこう押し上げるっていうことを繰り返して塗っています。あの普通のね日本の運指っていうんですか、そういう縫い方とまたちょっと違う縫い方をするんですよね。結構これあの針のお尻のところで指先を刺してしまったりもしますし、下で受けている手も勢い余ってね針が指に刺さってしまう可能性もあるので、本当ね十分注意してやらないと危ないんですけどね。だから必ず革とか金属のシンブルっていう指抜きをつけてやった方がいいかなと思います。と言いつつ私は今シンブル使ってないんですけどね、出してくるのめんどくさくって、雨音がね激しくなってきましたね。大きな被害出なかったらいいですよね。はい、最後まで来ましたので返し縫いするように一目戻って、裏布とこのジーンズの生地の間に針を渡すようにして表に出してきます。結び目作ってないんですけどね。はい、もうこれで糸端を切っておきます。で、私は老眼なので針穴が見えません。なので糸を通すときはこうやって通します。もう指先の感覚だけで通しました。玉結びの方法もね、よくほらこうやってこういう風にして玉結びする方ありますよね。でこのやり方でもいいんですけれど、私は、糸の上に針を乗っけて一回くるっと巻きます。そして針を引っこ抜く、そうすると玉結びがもうできてるんですね。このやり方が簡単なので失敗することがないのでね、これを使っています。案外思い切ってねこの渡ってる糸をこう避けてね中の生地見せても可愛いかも。私は割と丈夫になってほしいので細かく細かくステッチしてますけれども、ざっくりね粗い目で塗った方が可愛いです。この刺繍糸の色がしっかり出るようなターニングステッチするとね、とっても可愛いかなと思います。まあ、結局自分が使うものなのでね、自分の好みでいかようにもできるかなと思います。でね、今ここにジュースのペットボトル一つ用意しました。これがねこの丸みがね意外とダーニングマッシュルームになるんですよね。ダーニングマッシュルームっていうのはこう中に入れてね、今下に私手を入れてやってましたけど、その手の代わりになるものとしてこういうものを入れて使っていきます。あのダーニングマッシュルームの場合ね、何か輪ゴムとかで固定してやると使いやすくなるんですけど、形的にこのペットボトルなのでね輪っかが使いにくいので、まあ、このまんまこういう風にしてね、下のマッシュルームペットボトルにグッて当たったらこうグッてやって
ペットボトルに当たったら針の向きを変えて持ち上げてくる、これを繰り返して持っていったらいいかなと思います。手芸屋さんでダーニングマッシュルームって言って、あの木で作ったキノコ型のね道具があるんですけど、あれ買おうと思ったらね結構なお値段するんですよね。下手したらあの安物のジーパンだったら1着買えるぐらいのねお値段するなと思っちゃって、だからね買わなかったんですよね。他の方ねこういうダーニングするときに下にね入れるマッシュルーム代わりに何か使ってらっしゃるものあるかなと思ってネットで見てたら、100均で買ったあのヨーヨーってありますよね、スケバンデカがシャーって投げるあのヨーヨー、あれをねマッシュルーム代わりに使ってらっしゃる方ありましたし、それからこけしさんの頭をこけしさんの頭をねダーニングマッシュルーム代わりに使ってらっしゃる方もありましたし、お玉お料理に使うお玉ありますよね、あれをダーニングマッシュルーム代わりに使ってらっしゃる方ありました。まあ私はペットボトルやってみようかなって、で前はね母が使っていたあの化粧品のクリームですよね、クリームの蓋がいい感じの丸さがありましたのでそういうものを使ってみました。何しろこのジーパンはね履き心地がいいんですよ、足先の方よりも腰回りすごくね、なかなか私サイズが合うものが少なくって困ってるんですけれど、これはピタッと、ね、体にフィットしてくれるのでねとても重宝してるんですよ ね、 でねこのジーパンはね、このジーパン自体古着屋さんで買ったものなんですけれど、子供服なんですよね、子供用の160センチサイズなんですよね。もう表示がね擦り切れて薄くなって読み取れなくなったのでどこのメーカーだったのかも分かんなくなっちゃってるんですけど、そんないいブランドものじゃないです。同じもの欲しいなと思ってもね古着屋さんで買ったものなのでね、同じものってもう多分どこで売ってるのかも分かんないんですよね。この生地も良かったですよね、肌触りが良くってね。で私はあんまりストレッチ生地のジーパン好きじゃなくて、なのでユニクロのジーパンストレッチなのでねあんまり私に合わないんですよね。こうガチッと硬いジーパンが好きなんですよ。昔ながらのジーンズ生地というかね、これは本当にもう好みドンピシャのジーパンで大事に使いたいなと思ってる一着です。こうやってねダーニングしたりしてちょっと手を加えるとさらにね愛着が増しますよね。そう、このジーパン色も良かったんですよね。もうだいぶ薄くなっちゃってますけれど、いや私本当にね気に入るとねとことん使い込んじゃうんですよね。編み物もいいですけど、たまにはこういうちょっと違うことやるのも楽しいですね。激しい雨音聞きながら、でこの黒いステッチ抜いたらね、しつけを抜いたらね、しつけ糸を抜いたら刺繍糸のステッチだけが残りますのでね、でこれさらに縦に入れてもステッチ入れていっても面白いですね。完全に刺し終わってないですけど、ちょっとしつけ抜いてみますね。どんな感じに、どんな雰囲気になるのか、どうでしょうか。しつけ糸外してみました。こんな感じです。裏も見てもらいましょうかね。こんな風になっています。裏の方がね目が粗い感じしますよね。はい、とりあえずはこれでできました。うん、いいんじゃないですか。でこれでねさらにこう縦のステッチを、まあ、気まぐれでね入れていったらいいかなと思ってます。ここも薄いんですよね。ここもね抜けてしまう前に何かステッチ入れとこうかなとか、いろいろ楽しいですよね。一着のジーパンで遊べますよね。はい、今日はね台風で、何もやることができることがないので、お家の中でこんな風にダーニングして遊んでみました。はい、
最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。またね、あの動画の中でこのジーパンチラッと映ることがあるかと思いますけどね、この変化も見てやってくださいね。はい、ではまた明日。